はい、皆さんこんにちは。ファイツアップ攻略班タイガー桜井です。ファイツアップ攻略班宮本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はですね、27回ですね。当のはい27回、絶対レイドのなんとかみたいな、うん、そういうクエストでございます。絶対レイドの無限回路だっけ、合ってる。あーす、まあ今日ねバボゾンさんいないけどね。いや絶対レイドじゃなかった。全然違うじゃん。効率が無限回路。無限回路俺はそうそう、全然、うん、まあ、無限回路だったね、うんうん、クリアすればいいんですよ、うん、全然絶対、ね、まあいいや。という感じでですね、行っていきたいと思います。はい。さあパーティーは、アポックス、クフリンにアラミスにビシャモンでございます。はい。出現ギミックが、出現ギミックが、反射封じ貫通封じに、ワープ重力。これねここですよ皆さん。お、皆さんここですよ。ここに当てるとね、あ、外した、はほへほ。そう、ルールはですね、下の真ん中の敵、真ん中の、反射封じ、貫通封じかのところにね、まあこれ次抜けれると信じて、こっちに行くかな。 OK、 次のためにね、このね、次のこの辺、この辺に当てるとね一発で抜けるんです。この辺当てるとでもね、ちょっとね、ちょっと今満身見した。まあまあまあ、まあ、ここでね、挽回してくれればね。頑張れ頑張れ。おーし、いいんじゃないの。おお、うまい。よし、天の祭、天の祭です。ありがとうございます。天の祭だね今の。さあ、ここがね、この反射貫通って並べないと、はい、もう結構一面二面からねすごいことになる。ちなみにこれ強力に倒さなくても真ん中二つを倒せば蘇生はない。あっ、ゴッドじゃん。いや今ゴッドじゃなきゃいってたな。ミスった。あら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 、ごめんごめんごめん。どうした。まぁ、あ、1回のミスはちょっと許してね。これ僕もミスなんでね。じゃあミス、次頑張ります。お願いします。そう、あとはねここ、そうワープ重力なんですけれども、ワープはそこまで気にしなくていいかなと、はい、うん、思います。なんでスピードアップのね、神化リボンとか進化リボンかとかいいと思いますよ私。これ、むずくねえか。頑張れ、宮本。これ、早めに打たないと。まあ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 。これ、これ、これ、あ、そっちがワープ出してるんだ。まあ、とりあえず、ここ抜けましょうか、頑張って。ハート残しておきますね。いや、ちょ、ビシャモンに任せて。次、ビシャで抜けれるね、絶対。うん、抜けれる。ハートは取らなくてもいいですよ。はい。そう、ここがなステージがですね、ボスがオルガなんですけれども、よし消えちゃった。よし、はい、そう、これをさっきやりたかったんだけど、消そう。ボスがオルガなんですけれども、蘇生ループの、机みたいな、はい、うん、すごい雑魚は柔らかいんですけれども、雑魚は柔らかいけど蘇生毎回するやつなんですね。蘇生するやつなんですよね。ここも初めやつが、おうまいうまいうまい、ラッキー。ワープが出て、うん、これ、反射封じは反射封じしかね蘇生しないし、うん、貫通封じは貫通封じしか蘇生しない。多分この子この角度、おい、よし、さすが、さすが、よしよし、チェイ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 、さすみは、まあまあここら辺はね、まだ、はい、まだまだね、まだまだ序盤、序の口ですよ、序の口で、このね、褒め吸収はちょっと硬いんだよね。そう、一回り硬いんですよね。一回り硬い。ビシャモンじゃワンパンできなかったですし、うん、だってビシャモンってかもうこのアナビスですらできない。うん、えぐい。結構ここはボス優先ですかね。そうなの。基本自分はボス優先で倒すんですけど、ちょっとここに来て意見が割れました。そうです、ちょっとまあ様々な攻略法があると思うんだよね、はい、ということで、よし、ニャボについていこうかな。じゃあお願いします。あ、でもこれアポロ X ね、強いからね、加点とかしてくれそうだね。そうなんですよね。いや、これ絶対雑魚行きたいんだけど、私。あ、どうぞどうぞ、いいですね、行きます。ああ、結構ね、自分はゴリ押し しちゃうタイプなんですけど。なるほど。まあでもあれですからね、あの、うん、タイムリミットもありますからね。うん、ゴリ押し大好き。いいと思います。よいしょ、これ、いや、これちょっとむずいな。自分なりに今のは、うん、雑魚敵から OK、
結局言ったと。今のはちょっと今のはちょっといいと思います、いいと思います。そうそうそう、防御アップしてるんで今回はもう完全雑魚ですね。おお、アポレックスいいね。やっぱりアッパーボックスですね。ここね、アポックスが一番強いです、個人的に。よしよし、これもアポックスですね。アポックスで当たりにいきます。お願いします。わっしょい、わっしょい、いや、わっしょいアポックスで、キンハート取りたいけど、あ、自分が取りますよ。で取りましょうか、うん、これ多分倒せるんだよな。ビシャモンのレゾン出そうだな。おい、任せてた。おー、よしよし、オッケーオッケー、ナイス、グッジョブ。おはようございます。ガクジブ出ない、出た。ハート取ってください。了解です。本当取れるよこれ。うん、取れるよ、取れる、取れるよ。おーし、よしよし、さすが、よしよしよし。いや、今の見えてた。じゃあというわけで、おっ、どうした、さすがボス戦でございます。はい、ボス戦も、今とやることは一緒です。はい、でも我々の意見が食い違ってるので、どうなっていくことや。いやいや、もう従います。いや、いいっす、いいっす、全然いいっす。あ、じゃあ気ままに打っていきます。気ままに打っていきます。気ままに、まあ、気ままに打ってもね、なんだかんだちょっといけちゃうんですよ。なんだかんだでね、動き一緒なんですよ、うん、そう、ここ私は得意な方。おお、得意っす。じゃあ大丈夫っす。得意なんです。絶対勝てる、絶対勝てますよ。あ、よく勝ってるね。でも、あ、惜しい、残念。ああ、まあまあ、暴走削れたからよし。なんかプニプニが出てきた時だけプニプニとカチカチ、あれ、あれは優先してる。あれはね、そう、あの回復されるしね。え、ああ、いいんじゃない。まあ、あり、まあ、あり、まあ、あり、まあ、あり。で、ここで防御アップが次くるんですね。いや、これもう、これビシャモンビームで倒しましょう。いい感じでしょ。倒したい。ああ、やばい、防御アップ。これで防御アップするんで、次のターンは倒せないですね。これはね、99% カットなんで。で、コンソール、今湧いたカチカチですね。これが HP 回復してくるので、これを倒したい。倒したいね。どうあがいてもこれ削りきれないもんね、この体力でも。そうですね。ほんとなんか、30とかしか、300とか全然食らわないから。お、仕事した、うまい、仕事したよ、いいね。で、倒しましょう。倒しまーす。まあ、アポロ X だったというか、どうやっても倒せそうですね。なんか、別になんだかんだで、うん、一応これ違ってないですね、全く、うん、基本一緒だったね、うん、大丈夫だった。なるほど、打ち方が違うだけだった。気持ちが違うだけだった。あ、なるほど、気持ちが違うだけだった。さあ、でも俺ボス8割ぐらいでいってるんですよ。あ、そうなんですね。でも、まあ、突く読みよりも、あの、焦った方がいいかもしれないですね、うん、即死があるので、即死が早い、うん、意外と余裕ぶっこいてると思って感じです。今のはやっぱ違った。いやいや、今はいいと思う。大丈夫ですか。うん、 SS 打っちゃったかもしれない。あ、アポックスの、うん、でもここ本当にボスは柔らかいんで、で、これもうアポックスでしょ。速攻で仕留められます。当たれ、よし、おー、いいね、よしよし、順調。なんか出てきた、アラメス、なんか出てきたけど、ちょっとアポックスいきましょうか、うん、アポックスがいい地にいればね。そうですね、本当フレンドにアポックスが湧いてればね、もう全然、まあ、貫通したとになるんですけど、うん、結構ね、ここは適正外でもいけたりします。だから重力だけあれば、うん、確かに。なんでね、まあ、お量とかでもいいし。よしよし、順調じゃない。コルセアめっちゃ強いですね、あと。あ、コルセアね、重力コルセアめっちゃ強いです。あとは俺だし、まあ、僕貫通は空腹かリボンなんですけど、こう PCG3 でもいける。ああ、じいさんいいですね、うん、じゃあ上に上がっていこう。お願いします。あ、下がってきた。いや、まあ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 、いや、今ホーミングだけでドライブ削れましたか。削れましたね。そう、 HP 低いんで。ああ、これね。ちょっと自分方式やっていいですか。どうぞ。削る削る、そのガッツリ削りいっちゃうんですよ。なるほどなるほど。意外とアビロックかかんない。優しい。そう、優しいんですよね。なんかえぐいアビロックあるじゃないですか、あの月読みみたいな。あ、もう結構アビロックかかっちゃう系。多分 50-60% ありますね、うん、もっとあるな、うん、これなんかあんまかかんないよ。7割ぐらいある気がしてるんですよね。アビロックね、アビロックごとに確率あるからね、うん、これもうビションちょっと指で見えない、ごめんなさい。これね、アボックス当ててほしいかもな、逆に。あ、でも、あ、そっか、ダンクがあんだ。そう、ダンク狙ってる。OK、いいですね、うん、良いダメージ。
困ったなこれ。大丈夫、アビロもかかってるし。お、やった。あ、ボギャップしてんだ。ボギャップしてる。俺ちょっと回復して、あ、でもアポックスいい位置にいるんで、これ強欲にダンクもいきたいな。確かに倒せんじゃないですか、これダンク当てれば。当てれば倒せます。うまい、うますぎる。よしプロ。いやでもすげえダメージだな、やっぱり。さすがミヤボー、イエーイ結構今回軽いよね気持ちが軽い、ほんとに結構気持ち、さっきね28回取った時よりね、だいぶ気持ちが軽いですね。で21回もやってたからね。そう、もう21回とかもヘビすぎた、ほんとに。あれはきついよ。ちょっと顔だれ、ちょっと残る。そう、アラミスもね、これ進化より神化の方がいいです、実は。あの SS が超強いんで、反撃あるじゃないですか、あのね、反撃の、 あの拡散弾でもザコと化せるんですよ。なんでだいぶ強いですね、本当に。敵が攻撃するたびにさ、そう、溶かすから、しかも復活してから溶かすから、確か。そうそう、気持ちいい。なんか次のターンいないんですよね。お、これもう結構もう勝ち申した雰囲気出てますよ。うわ、でもここやっぱ HP 高いんで、ちゃんとねやっていかないと。はい、うん、結構削りましたねこれもう結構弱点くればチョロですね、これ。あー、もうこれいったでしょ。ゲイボログしちゃってくださいよ。ゲイボログしますね。これアポックス貼り付けるからね、いいよね、5000当てるから。うん、アポックスね、ほんと強すぎる。やばい、カチモーシ削れ。これ間に合う、ゲイボーグゴー。200、あー強い、あーあー強い、あーあーそう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 、強すぎるというわけでね、ちょっと、まあ、超余裕でしたね。超余裕でしたね。ここ超余裕ですね。まあここはやっぱり、あの、ここまで来れた人は何なら越せると思います。そうですね、はい。まあ、これだったら PCG3 とビシャモンテンをね、うん、複数積んで、まあ、フレンドにまあ例えばクーフーリンとかがいれば激アツだし、はい、まあ、アポロック X でもねもちろんいいですし、アポロック X がやっぱ一番強いのかな。まあ、木の重力バリアいればそれでもいいですし、うん、うん、っていう感じで、はい、つくよみが得意な方はね、僕結構大好きだと思うんですけど、自分ちょっとつくよみ苦手なんですよ。でもこっちは好きなんでしょ。こっちは好き、まあ比較的。比較的。なんか、うん、でボス倒しちゃえばいいから。そうっす。うん、そんな、あの、ザコの攻撃は痛くないじゃん。なるほど。痛くないですね。そう、ダラダラしてるとなんかプニカッチン湧いてきちゃうから、はい、それが嫌なんだよね。じゃあまあボスを全力で狙えるところは好きだと。そうっす。というわけで、27回は、チョロってことですか。チョロですね、これ。というわけでチョロでしたあっさりまとめられさあ、いかがでしたでしょうか。我々の華麗な攻略、お気に召されたでしょうか。いや、みんな気に入ってくれると思う今日はそういう感じなのね。そういう感じ、うん、うん、どうしようかな。いつものようにね、この辺にね、あの、パコパコしてるけど YouTube の、はい、チャンネル登録ボタンがあると思いますので、いつもの場所に、はい、よろしければこちらからご登録お願いいたします。お願いします。スマートフォンからご覧の方は下の方の概要欄からよろしければご登録お願いいたします。よし。まだまだ楽しい動画たくさんこのチャンネルありますので。はい、あります。そちらの方もチェックしてみてください。お願いします。東海 TV 9月中は毎週月曜日に21時から我々モンストのニコ生やってますので。モンストやってます。そちらもチェックしてみてください。します。というわけで以上です。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。何かありますか。いや、めっちゃ楽しかったです。バイバイ。